残り600の鐘、8番の鳥取がまずは先手を取っていく。2番手は7番の鈴木が入って、3番手には6番の小笹、その外9番の新山が少し外苦しだーっと、新山が落車、新山落車、残りが1周です。8番鳥取の先行だ。2番手は7番の鈴木が入っている。3番手は6番の小笹、その後ろ3番の旗団、さらには1番の吉田がいます。さらにその後ろ2番の渡辺バックストレッチ、3番の旗団仕掛けていくが、3番手外なかなか車が出ていかない。2番手から7番の鈴木が仕掛けて、ここで先頭に変わる。後ろには6番の小笹続いている。4コーナーから直線、7番鈴木先頭、外から小笹、内からは2番の渡辺、渡辺優太ガッツポーズ。